はいどうも皆さんこんばんは、プチプチです。今回もですね、視聴者さんとかくれんぼをやっていこうと思います。皆さん気づきましたか？色塗りする前にインクが白くなっていることに気づきましたか？あ、もちろん編集です。いや、ただ単にね、かくれんぼやるのもね、つまんないと思ったんで、僕ね、編集で黄緑色を白色に変えてしまいました。あら、いけないことしてしまった。ということで、じゃあ残り3分になるまで待ってみましょう。で、謎のなんかさ、エジプトの文字みたいの書かれてるんだけど、このタコのやつ。怖っ。記号。で、しかも何これ？男のチンのさ、とこに目が書いてあるみたいな感じ。うわー、下ネタぶっ込んできたスプラトゥーン。あ、近くにいますね。近くにいる音がする。まあ結構ね、かくれんぼね、いろんなかくれんぼやってきたんで、まあ大体皆さん隠れる場所わかります。あ、ちょっと待って。見て、ピョンキチくんがいる。さあ残り10秒、9秒、8秒、7秒、6秒、5秒、4。さあもう秒言うのは諦める、やめる、めんどくさい、疲れた。よし、1回スタート。いい。振り向いた瞬間に1人発見。イエーイ。左側じゃなくて右側から攻めていくか。大概ね、ここら辺とかにいない？いないっすね。なんかね、意外とね、塗り残しのね、こういう隙間とかにね、いるんですよ。ここら辺来てないっぽい。ここら辺。いないね。ここら辺とか。よし、まあ、とりあえずね、これでとりあえず一人見つけたんで、まあ、いいでしょう。いや、よくねえわ。全員捕まえろよ。あ、これさ、もしかしたらさ、みんなさ、自分たちの陣地にいたりしない？もしかしているかもしんない、みんなここら辺に。いたらちょっと面白いよね。いねえわ。こっちにいそうな気がする。もう1分切りましたね。あ、切ってないわ。全然切ってねえわ。見間違えだったわ。そうそう、こっち側に行こう。え、全然いいね。やばい、いねえぞ。この上とか。あれ？今いなかった？今いたよね？これ今いたような気がするけど。ちょっと上登ってみっか。え、今絶対いた。やべえ、あと1分しかいない。あと1分しかないぞ、これ。全員捕まえるの厳しそうじゃない？え、待って、マジいねえ。どうしよう。いる？音する？いや、しないな。マジやばい。残り30秒ぐらい。ここは？マジいないんだけど。あ、いた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 、やったー。あーとひ、あーとふーたり。あーとふーたり。12秒であと2人探すの厳しくない？やばい、全然見つかんねえ。2、1。うわー、2人切るということで、いつもこんな感じだよね。全然キルできない。さあ2戦目やっていきましょう。僕は隠れる番ですね。行こう。ガチヤグラなんてもう知らねえ、無視だ無視。さあ、どこに隠れようかな。ここね、意外とね、隠れる場所ね、難しいんですよ。だから、僕はね、前に隠れんぼした時に、めっちゃ全然見つかんない場所見つけたんですよ。そこにね、今回行こうと思います。まあ、塗りはね、みんなに任せる。ローラーだからね、適当にこうやってね、歩いてるだけでね、塗れるんですよ。僕のね、隠れる場所はですよ、皆さん。壁です。そう。壁です。
いや、あの稲妻イレブンに出てくるあいつじゃないですよ。あいつの壁よりはもうちょっとマシな壁を選びます、僕は。やばーって、1分切った。これね、結構ね、ここら辺まんべんなく塗ってればね、相手ね、ここら辺にいると思ってね、結構深く塗るから、それで時間稼ぎしよう。よし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 。でね、僕のね、隠れる場所はね、ここら辺。よし、あそこだ。あそこにしよう、あそこ。あそこの垂れ具合のところにね、隠れるんですよ、僕。OK、垂れてるね。よしよし。俺、ここに前隠れてたんですよ。これ、絶対バレないと思う。見て、これ。もっと待って、爆弾でもうちょっと見とこう。誰か死んだんだけど。はい、鬼スタート。早く急いで隠れてください、皆さん。鬼スタートしてる、これねえ。鬼スタートしてる、鬼スタートしなくない、鬼スタートですよ、スタートです、スタート。待って、鬼がスタートしないんだけど。ねえ、鬼さん何やってるんですか。ねえ、嘘でしょ、ルール。ルールはどこ行ったの。ね、ルールもしかしてゴミ箱に捨てたとか。あ、気づいたっぽい。あ、やべ、時間だってみたいな。今の今まで多分あれか、カップラーメンでも作ってたのかな。てか今思ったっけど、思いっきり素通りしてたよね。うわー、これ神回だ、神回。よしよしよし。これ多分ね、当分見つかりませんよ、ここ。全然見つかんないからね。僕の超秘訣の隠れ場所。暇ですね。待て待て待て、ブレてきたブレてきたブレてきた。これちょっとでもね、操作ミスるとね、終わりだからね。オワコンしちゃうから、終わったと、もうディズニーランドの帰り際のあのテンションになるから。いやー、もうちょっと痛いんですけど、泊まりでなんで行かなかったんですかみたいな。なんでディズニーランドホテル一部屋空いたのに、なんで車で帰るんですかみたいな感じのね、気持ちになっちゃうから、落ちちゃダメ。ディズニーランド長くいたいもんね、誰だってそうだ。うわ、これ全然見つかんないでしょ。まさかここにね、なるとは思わなかった。あー、一人やられた。ということで、残り3人でございます。これね、別に通路側の壁でもいいんですよ。でもね、ちょっと怖い。死にそうになるから怖い。ここは別に落ちても、下に着地ポイントあるんで、やばい、落ちたと思えば、違う場所にこう、ポンって隠れられるんでね。お、1分切った。あと1分。さあ、あと1分間。あ、なんか曇ってきた。え、嘘でしょ、雨降る？今日お天気お姉さんが晴れですよって言ってたのに。さあ、また曇るよ。結構雲の影とかすごいな。画質綺麗すぎでしょ、スプラトゥーン2。さあ、40秒。いいっすか？もう捕まんない俺。あ、音聞こえない？ヘリコプターかよ。あ、ヘリコプターの音だ。あー、やられた。うっそー。ちゃんとね、親切にね、やられた時にやられたって言ってくれるから、残りね、2人ってことがすぐわかる。ちょっと危ないな、これ。10、10、9、8、7、6、5、4、3、2、また死んだよ。1、やったー。ということでね、僕ね、かくれんぼ、4回、5回ぐらいやってるんですけど、生まれて初めて勝ち残りました。もう絶対俺かくれんぼ苦手だと思う。スポーツで、例えばサッカーがめちゃくちゃ下手なのに、サッカー選手になりたいっていうのと一緒だよね。というわけで皆さんご視聴いただきありがとうございました。またね、スプラかくれんぼ2、視聴者さんとやっていこうと思うので、もしよければ皆さんもぜひぜひ、参加のご応募待ってます。ツイッターから応募できるので、よろしくお願いします。いや、でも今回ね、まあ逃げ切ることは、まあできて、しかもね、2キルできて、2人捕まえることができたので、まあまあな結果かな。で、誰か1人風邪ひいてるやついるんだけど大丈夫ですか？まあ、ということで、また次回、スプラカクレモ2でお会いしましょう。一回よろしく！